ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、今シーズンは中日最後ね5位で終わるかなとは思ったんですけれども、まあ、ちょっと最下位 で、まあ、今フェニックスリーグなのでリーグそして秋季キャンプというふうに来シーズンに向けて、まあ、もう動いている状態なんですが、はい、じゃあ今日は中日来シーズンに向けてどういう動きを取っていけばいいか、オフ、まあ、あの強化も含めて難しいな。いや難しいのはさ、はい、いや立浪監督の3年目になるだろう、はい、で3年契約でしょ、はい、このまま結果が出ないと、まあ、クビっていうことになるよね、はい、流れ的にはね、うん、そうなってくるとやっぱ勝負せざるを得ないのか、それとも将来的に見据えてやってくれっていうのか、例えば GM がいたら、まあ、例えば俺だったらよ、来年の成績もある程度もう分かってると、このままの状態では、その代わり5年後6年後に勝負できるような選手を育ててくれと言うんだったら動かなくていいと、ドラフトで取ってきて、で若手をこうもっと鍛えてっていう、だけど来年もし結果が出なかったらもう身を引いてくれるよって言うんだったら、やっぱ動かざるを得ない。そうですよね、うん、だから今まで2年間動いてきたやり方とはまるっきり違うやり方をしなきゃやっぱ勝負にならんよ、これじゃまた最下位の可能性も出てきてしまう。そりゃフェニックスリーグでさ、はい、片岡監督が2軍監督がぼやき倒してる、もうめちゃくちゃぼやき倒してる、何をやってんだと、ミスの連発で、はい、っていうことになってくるとさ、やっぱ来年急に上手くなるとは思えないもん、うん、おじさん勝負していくんだったら動かなきゃいけない。そうですよね。ということは、はい、永田翔が例えば FA をする、はい、取りに行かなきゃいけない。それと山川、あ、そうです、それも出てます。山川も動き取りに動かなきゃいけない。両方ファーストでどうするんだっていう話にもなるけど DH ねえぞっていう話になるんだけども、ね、だけども打てないよりは打てた方がいいという、あのね、はい、言っておくぞ、ピッチャーは戦えるメンバーがいる、うんうん、これは、はい、優勝争いをできるだけのメンバーは残ってる、はい、故障さえなければね、うん、で大野の動向っていうのがちょっと気になるところではあるけども、うん、はい、それでもピッチャーはある程度計算ができる、はい、ね、あとはやっぱり野手だよ、だから中田翔だったり、ね、はい、山川だったりだとか、もう本当に大砲と言われる勝負強い、うん、これはやっぱこう岡林が一番であれだけのヒットを打てる、うん、まあ、出塁率はちょっと低いかもわからないけども、まあ、大島もまだね、はい、塁に出るって言ったら出れる、うん、まあ、そうなってくるとあとはやっぱクリーンアップをどういうふうに構築していくか、はい、その中に細川だとか石川だとか、ね、成長過程の選手たちがいる、はい、これはいいチームになってくるよ。あのうまい具合にこうミックスされますよね、だから取られるとね、はい、取ってくれると、うんうん、あの来てくれるとね、はい、これは非常に一気にこれ要注意のチームになってくるから、もちろん、うん、だから非常に面白いチームにはなるなっていうふうには思うよね。そうですよね、うん、あとこの二遊間に関しては豊さんこれどうすべきだっていうふうに来シーズン、いやショートは仮捨てでいいでしょ。あ、もうここは仮捨て選手、うん、はい、仮捨てのあの動きっていうのはなかなかできないぞお前日本人じゃ。そうですね、もう本当にすごいよ守備範囲とか、はい、でセカンドはまあリュークではちょっとな、はい、バッティングっていう面ではちょっと遅れてるからね、かなり、まあ、守備っていうのは素晴らしいプレーを見せてくれるんだけども、はい、やっぱ打てる内野手が欲しいよな。そうですね、そうするとセカンドで誰かがっていう、だから今年、まあ、田中美希也選手、はい、出てくると、はい、まあ併用にはなるだろうけども、うん、体力的にね、まあ、そこら辺を使うとかサードは石川とか、はい、ね、外野、まあ、細川であったり、うん、ね、岡林であったり、まあ、大島、うん、そうなってくると戦えるようになるんだよ、うん、だから誰をどう持ってくるかで、どのぐらい誠意を持って誘致あの呼べるかどうか、ね、そうですよね、うん、これ仮にじゃあ中田翔選手が取れたとしたらもちろんファーストで、山川選手も取れたら、まあ、石川選手サードいますけれども、やっぱそこは山川選手でも使うでしょ、使いたいです、いや勝負に行くんだったらな、うんうん、もちろんもちろん、うん、だからもうそれしかないよね。そうですよね、いきなりお前中日だけ DH っていうわけにいかんからさそんなルールないですもんね。 ないだろう、はい、うん、だからそうなったよ、なるよな、ね、それかも中田翔をレフトに持っていくか、あ、
そうやった経験ありますもんね。やった経験もあるけどね、はい、まあ、どれだけ動けるかは分かんないけども、うん、まあ、そういう可能性だったら、うん、だから可能性が多い方がいいじゃない、はい、だから今は可能性すらないっていうかさ、可能性がやっぱもう少ないだけに苦しんでるというね、はい、そういう意味ではその2人を何としても取りたいよね。そうですよ。だから今まではその若手主体でいきたいからベテランだったり中堅どころを切ってきたところを、ここはもう勝つっていう A クラスっていうことを考えて方向転換、舵を切るんだったらそうしなきゃいけないっていうことですよね。で使ってきた若手でね、はい、ああこれは将来性豊かだなっていう選手がいるかどうかだよ。いやこれは控えぐらいしかならないぞって言ったらさ、やっぱレギュラークラスをやっぱ取ってこなきゃいけないし、はい、レギュラーになれるような選手を取ってこなきゃいけない、うん、ドラフトでね。それはやっぱりこう見てもなかなか無理して使ってるから、うん、鍛えてる時間がないから、はい、だからちょっと中途半端になってるよね、村松にしたって、はい、下でしっかり基礎からやって振る力をつけて上がってきたらレギュラー候補の一人になるかもわからないけども、ルーキーの時からいきなり使われててさ、やっぱ結果だけを求められて、そしたらやっぱ本人たちも苦しいよ。そうですね、うん、だからやっぱできるところで今しっかりこう鍛えて、その間にやっぱ勝負をできるだけの人間を外部から呼んできて、それでやればいい。で日本ハムのアルカンタラ、この選手っていうのはなかなか使われないんだよね。でそうなってくるとアルカンタラっていうのは内野もできる外野もできる、まあ、セカンドもできるから、はい、だからカリステと二遊間、おお、でアルカンタラってスイッチヒッターだし、はい、使い勝手は多分いいと思うんだよ、うん、俺はアルカンタラっていう外国人、まあ、新庄監督とあんまり合わないのかもわからないけど、なんで使わないのかなって、いや使いたい選手がいっぱいいるんだよ、はい、日本ハムにはね。だからポジションがない、うん、なくなってる。そしたらアルカンタラなんか俺は中日へいいと思うよ。動けるかどうかっていう契約上の問題があるから、はい、分からないんだけども、うん、でも日本ハムが浮いてる、日本ハムで浮いてるようだったら、うん、アルカンタラっていう選手は俺はずっとこういろんな外国人見てきて、アルカンタラはできるなっていうふうに俺は思ってるんだよね、うん、はい、ちゃんと与えるとポジションを。だからカリステアルカンタラの理由か、うん、外国人メジャーリーグ見てるような感じですかね。アルカリコンビ、アルカリコンビアルカンタラとかカリステねアルカリリンチコンビでいいですよ。そうだよ、はい、だからそういうのでもいいし、だから来年はやっぱ本当立浪監督ね、はい、勝負に出ると思うしさ、うん、だからそのぐらいのことをやってもいいと思うよ、うん、外人枠も開けたわけでしょ。そうですね、ね、もうアルモンテと、アキーノ、ね、が、はい、うん、もうそうですね、亡命したやつもいるしな、あ、言いますね、もうそうですね、だからもうスカスカだからレビーラ俺はそういう選手たちが来てくれると、うん、俺は勝負になると思うよ。そうですね、確かに。で、取るといえばもう一つドラフト、ドラフトな、ドラフトでじゃあ中日はどういうタイプの選手を取った方がいいんですか。まあ、ピッチャーはいるな。中継ぎももういらないですか。いや、ピッチャーはいくら行ってもいいんだよ、うん、ね、いいでしょうね、邪魔にならないんだよ、うんうん、今一番ドラフトで欲しいポジションってどこの選手なんですかね、取るべき中日が。そう、もう明治のショート取りたいな、うん、3年生だけどまだあと1年ありますけどね。1年あるんだ。あとは上田西の横山、うん、もうまだ高校生だけどやっぱいいショートセカンドになると思うわ。やっぱ二遊間そこなんですね。だからそれまではカリステとアルカンタラっていいかアルカリコンビで、アルカリコンビで来シーズンはやってもらう。いやいやいや、俺はねアルカンタラを使えるっていうふうにもう太鼓も押しとくから、はい、いや本当に。あと高校生のドラフトでなんですか、それ社会人大学生。いや、やっぱ即戦力が欲しいけどさ、はい、今年も即戦力では取ったんだけど鍛える時間が欲しいじゃない、はい、でもそういう、まあ、アルカンタラとかカリステが二遊間やってる時に、うん、横山っていうのは鍛える時間ができるんだよ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ彼も中心になるし、将来的にはね、あとはそのなんていうの、宗山、はい、明治の、うん、これが次の年に入ってきたら、うん、
もうこれで二遊間の出来上がりで。そうです。その間にアルカリコンビに頑張っててもらって、うん、で入ってきて下で育って上に上げていくっていう構成。で即戦力としたらもう渡来ね。日赤？社会人はい。あ、エネオスか、はい、日赤古かったな。ちょっとそうですね。あ、エネオス、はい、あ、エネオスの渡来、はい、ああいうのをこう勢いのあるね、うん、選手を、まあ、外野手だけど、うん、まあ、大島もね2000本打って、まあ、来年また一つ年を取るっていうことを考えると、まあ、取っといてもいいよな、うん、外野手多いけどな。そうですね、中日は。そうそう、まあ、ブライトもいるけどもね。あと鵜飼選手もいますし、まあ、いるけども、うん、でもその渡来みたいな勢いのあるね、はい、まあ、選手を取ってても面白いと思うし、うん、あともう外国人のホームランバッターはキューバとかそういうプエルトリコとかそこからは取らない方がいいですか。いや、中田と山川がもし入るんであれば、うん、入ったとしたらいらない。いや、期待すると裏切られるとがっかりしちゃうの、うん、まあ、今回がねちょっとそのような感じになってだから、ビシエドでもそんなにバンテリンでホームランを打ったかっていうと打てないでしょ、うん、それはね、あそこで打つってのはハード高いんだよ、はい、で細川でもよく本当に20本超えしたなと思うぐらいよく頑張ったしね。だからああいうこうある程度柱になってくれるような選手たちが出てきてるだけに、それを支える選手、はい、まあ、中田翔であったり山川であったりだとかさ、うん、まあ、カリステ、はい、あとアルカンタラがいれば俺は全然勝負になると思う。そうですね、この 4名が取る、ね、やってくれれば、うん、そうなってくると中日はピッチャーを考えたりとかいろいろすると優勝候補になってくる。うん、まあ、それにはやっぱお金も必要なので、なんとか球団側がその補強に関するお金を出してくれるとありがたいですね。まあ、それだけ補強するんであればドラフトなんか4名ぐらいにもう本当に使える、はい、使えるっていうふうに見込んだ選手を4名から5名、うん、このぐらいでいい。もう本当に絞って、うん、だから他にだらだらだらお金を使わないって。そうやってくると一軍枠が大体決まってくる。で、今まで一軍にいた人間がやっぱファームに落とされる、はい、そこで鍛えないと、うん、そこで競争ですよね。そうそうそう、うん、そしたら井上和樹のバットノックバットが炸裂するみたいな。もうすごそうですね、二軍でもね。あ、もういや、もう時間がないから鍛えろみたいな、うん、鍛え上げろみたいな。本来だったら今年やっぱり二軍でいる鍛える選手がやっぱり一軍で無理して戦ってたっていう部分が大きいですもんね。そうあのね、やっぱりね、裏付けが必要だよ、うん、どんな選手でもやってる時は本当にね徹底的にやってるって、はい、ね、それを忘れて試合がどうのこうのとかそうじゃない。やっぱね、もう本当にもう四六時中野球のことを頭に入れて、うん、そういう選手たちが上に集まった時に強いチームになるから。だからやっぱり今までは本当森内が言うように鍛える時間もなかったという、うん、それじゃあやっぱり身についてこない。だからやっぱ補強は大事だし、そうやって戦力を整えて今年、まあ、1シーズンね頑張った選手もいるけども、うん、だけど一旦落として鍛えて本当に戦える戦力としてもう一度上がってきたら本当に強いチームになるから。そうですね、うん、そういう意味でも本当コンオフの補強だったりドラフトだったりが大事だよ。大事ですね。中日はどこのチームよりも大事になってきますね。大事だよ、もう、うん、他も絶対口出さないでくれみたいな。うちが全部手挙げるから、ね、いや本当にそうですよね、うん、いやだから中日後の動きですよね、うん、だからピッチャーで言えば加藤、日本ハムの取りたい、これはゲームを作るぞ。ここも取りたいですね。広い球場で投げさせたら抜群だぞ。わ、まあ、お金が必要になってきますね。勝ちたいのか、うん、お金が惜しいのか、そこですよね、ね、うん、ファンは待ってるから。そうですよ、ね、2年連続中日の歴史上連続の再開って初めての屈辱でしょ、はい、ね、まあ、今年言ってもゲーム差なんかないんだから5位とは。そう、ヤクルトとそうですよ、ね、そうでしょ。あれだけ言われるけど、うん、頑張ってんだから。そうですよね、うん、だからもうちょっと戦力さえドーンと整って本当に一軍で働ける選手がいたら、はい、勝てるから。そうですね、はい、まあ、コンオフちょっと要注目です。はい。